うとね、僕がやってるのはこのみんなこういう技やるときにこういう手とかそういうとこ教えるよね。でみんな教えてこうやってやるの今教えてたんだけどね。で僕やってるのはこう相手の重心のことが優先してるの。だからこういう手先とかそういうことあんまり言わないようにしてんですよ。でそれはやってる稽古やってるうちにだんだんみんな気づいてくれるから、あんまり細かいこと言わないで、転換の時もね、重心を彼の前からいたらここにいたらやられちゃうの僕は。だから彼が取りに来た時に避けてどうぞあちら行ってくださいねって、そういう感じにしてんのね。あんまり 手先をどうしろとか手先のことじゃなくて、自分がここにいちゃやられちゃうから避けてどうぞあっちへどうぞっていう気持ち、そういう気持ちでやってる。でこうね、こうだから離れていようとさ関係ないの、くっついていようと関係ない、何しろあっちあっち避けてあっち行ってくださいね、そういう話。ここにいたらやられちゃうから避けてこうね、そういうそういう時に姿勢がちゃんと自由、これ自由ね、自由のためにやってるんだから、こっからきつくしちゃったら不自由になっちゃうから、だから何でもできるよって状態ね。で避けることね、避ける相手、避けるそういうこと大事で、そういうことじゃあやりましょう。我々武道やってるのね。で武道の稽古だからやっぱり武道っていうのはなんていうのかな、彼の想定何グラムで来るか分かんないけど、何グラムってこの僕の力ね、こういう力とかこの位置とか彼は想像して力入れて来るんじゃない。でその想定を外さなきゃいけないわけ、それは武道だからね。で想定がを外れてれば男になっちゃう彼はね。で圧力かければ圧力に応じた力で返して押し返してくるよね彼はね。その武道の時っていうのは、武道をやる時は彼の想定をこう押し返してくる、押し返してくるのをね、押し返してこないでこういうふうに持ってきちゃったらほら彼崩れちゃうのね、自然と想定外のことやってるから。でそういうことを最終的には結構してんだけど、その時にだ彼の想定通りやってたら、想定通りやってたらこうなっちゃう。だから想定を外すってことね、外してほらしたら彼はここにあると思って来たんだけど、ここにぶつかってきたんだけど、あ固定してきてんだよね、だけど僕はいないのこの時ちょっとどうなっちゃう。でそういう風にやってんのね。で上手い人は無意識でやってんの、想定をどうしようかとかね考えてないの、自然とやってんのこうやってね、ほら想定外のことやってる。でそういう風にやった方がいいんじゃないか、その時にかだから自分勝手にやってる、自分勝手そう彼の想定を考えてこうやってやったら想定通り、彼はすごい力で押し返してくる、想定外のことやってるの、想定外ね、まさか彼はこういうふうにここにあると思ってきてんだけどないんだから、ほら崩れちゃってそれでポカッてやられちゃったって、そういうふうにやってるの。だからその時に今日はね、想定の話をしようと思ったんですよ。だから想定のことを稽古しようと思ったの。だから想定通りのところに置いといちゃダメなの、だから想定外のところに置いとくの。だからこう来てこれ手ね、多分彼力どのぐらい入ってるかな、で僕はその力に応じた力を出そうとしてるんだけど、想定外のことをやられちゃうと、例えばさこれがなかったとするとあるつもりで行ったんだけどないのね、ないと音となっちゃうでしょ。でそこを利用してポカッてやってやるっていうのが武道なのね。だから想定通りやってちゃダメだから、想定通りやりなさいよって言ってやってんだけど、
実際は想定通りじゃないの、想定通りじゃないの、だから想定通りじゃないからこう崩れ、相手が崩れるって、そういうことが分かってないと、だ想定通りやっちゃダメなの。ここ想定通りこうやって、こうやって、こうやって、こうやってやったら想定通りカレーね。ここ寄り所にしてよいしょってこういうふうにやる、想定通りでしょ。だそうじゃなくて想定通りじゃないんだもん。だからこう想定通りじゃないの、だから想定を外れてやってんの。何でもこういうふうにやっても、これは想定通りでも想定通り以外のことやってるの、こういうふうにやってるのか、そしたら想定外れちゃってやられちゃったんだよね。そういうことをやってほしいわけだから、なくて上から下ね、なくてここ想定外して上から下、想定外して下、ほら下何もしてないんだけど想定外れちゃってるから、ほらこう崩れちゃった、そういうふうにやってほしいね。じゃあ上と下やりましょうね、自由にして自分勝手にやる、自分勝手に自分勝手に自分勝手、お自分勝手、そういう感じね。じゃあやりましょう、どうぞ。今度はね、いつもやってんのは足とか体自由っていう、そういう話だから、こう来たりしてで、いないのね、いないので上げて、こう足とか自由なの、足とか自由なの、足自由だよね、だからこう来たのね、そして落としてきた、自由なの、形通りやるとこうなっちゃうの、ほら行かないよね、ほら形通り予定通りやってっから、彼の予定通り想定通りだろ、彼の想定外さなきゃいけないの。だから外すときはこうやって普通の共犯のこういう稽古はね、想定通り、それで受け身どうやってやりましょうか、あしたらこれ足をね下げて受け身取りましょう、こういうことを教えてんだよねみんなね。でもそれは大事だから、それはそういう稽古の人たち、先生とかそういう形を教える人たちもいるから、合気道の形はそういう形だっていう、そういう、でも僕がやってるのは想定通りのことやってるの、想定通りじゃない、想定を外すっていう稽古してるの、想定外さないとやられちゃうから、こう普通の俺通りやってたらね、やられないで受け身は綺麗かもしれない、あ受け身綺麗、これ取れるよね、でも想定通りだろ、彼の想定通り、想定外してんの、こうやって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 、想定外のことやってんの、そういうことをもうありますよっていう話で、だから否定はしません、あのこうやってきて、こうやって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 一生懸命、裏だったらこう裏は、ね、でも想定通り、想定を外すっていうで、やっててもいいです、だからやってても想定外したらどうなるかな、どうなる、こうでもいい、想定外すの、こうでこう手があるからこう回ってきたの、これボカッとね、こうね、で手はこうで想定を外す練習、そういうのをちょっと混ぜて、あの最初からできないんだけど、そういう形通りやって、形通り、足自由ね、足自由、ここ行かなかったら足が、これがギュッて、これ想定通りだけど、ここやめててもね、こういう形にしといてなったらさ、足が自由なんだから、足こうほら回ってきて、ここ何もしてないんだけど、足ね、足とかおへそ、これね、これも自由、自分のもんだからね、おおいいよ、ほら入ってくるわ、なっちゃうんだよね、だから想定通りこういうふうにやってもいいんだけど、やめてやるとかね、いろいろそう試してみてほしいの、試してこの手が歩くんだよね、とかって、ああやべえな、こっちに回ってきて、落としてくるね、でもまずかったらもう一回こうやってやって、で自由だから、自由の稽古だからね、
そういう風にやってほしい。こういうのね、ボカッとこうね、ボカッ。これ想定通りじゃないのね。こうやってこうやって、こうやって入っててもいいよ。で、両手こうやって殺して、あていてててってやってもいいよ。なんでもいいから、好きに、ちょっと足自由。ね。基本的には足自由。で、好きなことやる。まあ、それやってみましょう。どうぞ。あ、いいのってね。こう、稽古やってんじゃん。で、一度振りやればね、行くのよ。必ず行くようになって、行くようになってんのが形なの。だから想定通り、彼想定通りで、こう想定通りなの、これ想定通り。想定通りやっても逃げられないの。それ形だから。合気道の技の形だからね。想定通りだ。彼の想定通りでもできるように。これ想定通り彼ね。で反撃してくるんだよ、ここね、反撃をこうやってせえねんの。そうするとほら反撃できないのね。 こうやって外れてたらやられちゃうんだかもしれないんだけど、形通りできればこういう風に来るなって分かってんだけど、彼はこういう風に余裕があったらこういうところとかこうねできるのね。でもこういう風にほら入っちゃってるからできないとか、形通りやればできなんていうのかな、彼は想定して形通りやってくると思っても、僕がやってくると思っても、それが形だから、形、技の形、例えば一瞬入り身投げでもさ、ポンと落とされちゃうなって、ここに落とされちゃうなと思ってんだ彼。でもそれ通りやれば落とされてると思うよ俺。でこうやってなんか体勢を整えてさ、落とされちゃうから僕の予定を狂わしてやろうと思って、なんかこうやってたとしても落とされちゃうのかって、待て、僕の思い通りになっちゃうの、それが形なの。だから形の稽古は大事。こう形通りやれば、想定が外れてもね、形通り、彼の想定、思ってる通りにやったとしても崩されちゃうの。こうやって崩されて倒れちゃうの。やると思ってんだよ、四方投げだから。四方投げやられると思ってんの彼ね。でも形通りうまくいかなかったら、うまくいかなかったらボカってこうね、こういうとこいるとか。でも形としてはこういう形でちゃんとやってれば反撃できないの彼はね。そういう形だから、だから形はすごく大事だから、形もやってください。そしてやるときにね、自由、好きなことやっていいんだよ、こうやってやって、そういう話だからね。で、今度小投げじゃなくて、今小投げやったんだけど、今度入り身投げね、隙間落とす、上げる、出ていく、こうやってね、足自由だから、こういう話ね。バーンと来ました、いなくなりました、落としました、リカバリしてきました、上げました、そしたら落とす、これが基本だから、その基本だけで形通りやれば行くように形の稽古をするのも大事。それからいつもその時自由なんだよってことをね、こうしてこうやってほら自由ってね、何やってもいいのこうやって何やってもその時に自分がこう自由だよって、そういう気持ちだから。じゃあ一気投げをちょっとやってみましょう。どうぞ。これちょっとね、想定外の話をしたりいろいろしたら難しいんだけど、じゃあいいや。こうやって普通は入り身投げっていうのはこうやって打ってくる稽古法なの。これ攻撃なの、彼の攻撃で、ここにいたらやられちゃうから、こうポカッて、だから当たらないように、本当はこっち側に入るか、この手外してこっち入ってくるか、この2つあるの。でも普通は入り身投げだからこっち入るの、こういう風に普通はね。そして腰をこの隙間あるよね、で自分はこっちに来たから、こっちの方、こういう位置から
はここ彼を通り越してこっちへ出てきた感じ、こういうふうに。で彼はここに、僕はここに、前はここにいたんだよね。でもこっちにいるの。だからそのためにこの手をこうやって相手の方に行っちゃったらこれぶつかっちゃうんだから、この手は捨てなきゃいけない。こっちへ、こっちへ捨てて、ね、捨ててさよなら。で転換と同じ、こう来たら転換してるの、向こうへ転換と、こうなってね、こうで僕は この隙間のここに、ここを狙ってるの、こう転換したので、向こう僕は見てるの、あちらへどうぞの形なの。そしてあちらへどうぞ、そしたら隙間がここに自然と、いやいや、もう一回もう一回ね、こうやったら隙間ができるんだよね、ここにね。でそこに彼は落としてく、彼を、落としてくるのは、足を下げながらこうやって落としてくると自然と落ちてくるの。そしてリカバリーしてくるから自然とね、これ反応なの。それを利用して捨てて落としたの、ここにこういうふうに落としたらリカバリーしてたの、ほら自分で立ち上がってくるの。そこを利用してポカッてやったの。だから半分は彼の力でやってるの、半分以上かな、分かんないけど、何しろこのさよならって、さよならって行かないでねって、これ下落として上がってきて、これが普通の形だから。でそれを一生懸命稽古して、相手によってじいさんもいればばあさんも若い子もいるし、いろいろいるから、相手によって反応違うの。これ彼はすごい若い元気だから、ビュンって打ってきて、下手したら下手入れなくて、ここね、ここ捨てれなかったらこうなっちゃうの。だから捨てるの向こうへ、向こうへ、そして転換するの、こう転換したのと同じ、こうそこらこう音となったね、音となったところに落としたの、ここに。そして上がってきたの、だからこうなっちゃって、上でした。そういう風にやってほしいのよ。それがこの入り脈の形だから、これ持っても同じ、これこうやって持っても同じ、この手こう、こっち取りたいんだよね、自分ポカッていったらこの手一緒にはいけないの。だからこの手は捨てるの、こっちへ。そしたら転換したの、捨てることによって転換したの、向こうにあちらへどうぞね、まあいや、どっちでもいいや、こう転換したの、これと同じ形。それでほら向こうへどうぞ、ここで僕はここもらったの。そしたらここに隙間があったから落としてきたの、それで上がってきたからポカって、これが基本の形だから、持っても何しても同じ、こうやって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 入ってきても同じ、こうやってこうやって入ってきても同じ、入れ身投げ、こうやってね、全部同じ、これ入れ身投げだから、同じなの。隙間をにポンと落として、そのリカバリーよりをして倒す、そういう形ね。だからいろいろ形やってみましょう。だからこうやってこうやってこうやって入ってきて、こうやってこうやって入ってきてもいいよ、こうやってポカッとポカッて、こうでもいいし、何でもいいや何でもいいや、正面打ってきてもいいし、殴ってきてもいい、殴られちゃった、でも殴られたと捨てて、それから落として上げて、で落として同じだよね、全部ね、全部同じ、全部同じ、蹴ってきても同じ、こうやってここが蹴ってくるよね、蹴ってきたのとこっち入んの、どこだ、こうやって、もう全部同じ。何やるだと、あと分かんないけど、何しろだ、いや、まあ、こういうとこ噛んできても同じ、こうやって入ってきて、こうやってほら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 崩れちゃった、そしてこうやってこう、全部同じ、取り方が違うだけだからね。だから基本的な、そういう相手の崩れたのを利用して、自分が相手が崩れたの捨てて、崩れた利用して、でその時に自分が自由です、何でもできますよ状態。もう少しじゃあいじみ投げをやってみましょうかね。いろいろ好きなことやって、投げやっていじみ投げやったらね、今度はじゃあなんだ一挙か、一挙はね、普通は
ップはこれね、これこうバカッて、あ、ごめん、これね、ボカッてボカッて来るので、これこう、こう来ちゃったらもう裏に入るしかない。こう自分がどいて、どいて、こう自分がどいて、自分がどいて、どいてったらこっちどいて、こうしてこう上がって、上がって、この時だったらこっち入る、表こうやってなっちゃったら無理、無理、絶対無理。だから裏の時は、裏の時にこう入ってくればこう入れるよ。それからあーってなった時に裏両方できるの。でも表はこうなったらできないの。これ足あるから、これ足、手、これ入ろうとすれば手が来るんだよね、足が来るんだよね、うん、だから表はできないの。こうなっちゃったら、こうなっちゃったら、こうなったら表はできない。これサービス受け見すればできる、こうやってね、サービス受け見、これがサービス受け見って言うの。サービス受け見やらない限りできないの。だから裏に入るの。こうなっちゃったら、こうなっちゃったら裏に入る。でも表の時は線だったら、線だったら表に入れる、こういう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 、そういう話ね。だからこれは線の稽古だって言ってんだけど、線に、支点に、こういう線は表で、線で裏でもいい、線で、線で五で裏でもいい、これで裏でもいい、そういう話ね。じゃあ一挙の稽古やりましょう。どうぞ行ってください。こうやって、こうやって上がってきた時に、こうやって彼上がってきたよね、上がった時こうやっとやるとかね、こうやってやるっていうのはわざと見せてんだから。だから一挙の時は普通は上がってきたらこうでもね、あの見せてるんだからね、わざとこう線で線だよっていうのを見せてるだけの話だから。この手は共犯ではこの手はないの。上がってきたらすぐ出んの、おいおい、そういう話だからね、これ間違えないでね。僕のビデオ見るとさ、みんなこうやってんだよ、こうやって、これ線見せてるだけだから、これこれこれでこうやってなったらこれ落ちてこないのよ、こうやってやったらこれ落ちてこないでしょ、これ。だからそこのこういう、こういう形の時に上がった時にほら本当はこうだから、そしてこう重心、重心もらう、この重心、こう彼の重心、そうすると行き場がなくなってから倒れる、自然と。いろんな方法ありますよ、手をねこっちへ出してきましょうって、そういう方法とか。でも基本は僕の重心が彼の重心の中に入っていっちゃった。で僕は何にもしてないんだけど置き換わっちゃったから、ほら方に彼崩れちゃった、そういう風にやりたいわけで。人によってはこの手をねこっちへこういう風に出す、あの線でもらった後にさ、こう出してこいとかいろいろ言う人いるんだけど、基本はそういう形だと思うから、こう来たら時に、あ、来て上がってきた時に、上がってきた時にこういう状態ね、こういう状態の時に自分はここもらっちゃう、ここもらっちゃう、こうね、そうすると自然と倒れてね、であとこう、そういう形ね、あのいろんな形あるけど一応それが基本だと思うんでね、上がった時に出てるとこっちへ、こっちへ、こういう、そういう感じで自分はまっすぐ。じゃあちょっとやってみましょう。ごと線がねすごく難しいのでね、前にも言ったけどさ、海藻は我より打ちてって言ったのね、我より打ちて一挙やりなさいって。で我より打ちてってことはどういうことかって言うと、いや余震館さんなんかもそうだよね、自分から打っていったのを受けたの彼ね、こうやって打っていくの、した受け、こうやって打っていくの、そしたら彼は受けたの、あ俺が降りるんだよ、俺が、俺がこういったの受けたのね、こう受ける、受けた手を、受けた手をぶってこういうふうに入っていくの、これがこれが一挙なの。
普通はね。だから海藻だとかそういうのはそういう話で、彼が打ってきたのを受けてやったらゴロになっちゃうの。だからこれすごく難しい話なんだけど、自分から打っていってそれで受けたのね、打っていったのを受けたの、受けたのをこう入っていった、これが千の技なの。だからそこのとこ間違えないでね、あのみんなこういうとこでやってるとみんなこうなっちゃってるね、こうやってこうやってこうやって受けてからこうやって、これうまくいくわけないの。だから自分から打っていってそろそろこうやって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 、これが一挙の一挙だから、だからそこを間違えないでやってほしいのね。だから自分から打っていくつもりで、自分上がったらもう出てんだよ、上がったら上がったら出てんの、こうこういうこういうこういうで出てくると、そういうつもりでやってほしいのね。そうじゃないとみんなこの技になっちゃう、この技をね、この技を表の技はできないんだから、これ初めから無理なんだから、絶対無理なんだから。これサービスゲームやってる高君がサービスゲームうまいからね、こうやってやってくれてるだけの話なの。先生そうやってやってるかもしんないけど、僕らもねみんなそうだけど、この技は千の技には置き換わないから、千はどういう、これでも遅いぐらい今ゴブゴブ、これゴブゴブね、千の技はこういう技なの、そういう話だからね、そこ間違いないで。じゃあもう少しやりましょう。だけどね、あのね、こピューンって打つのは難しいでしょ。だからみんなこうやって月で出すの、こうやって月で来て月で、こういうの月だと分かりやすいの、千の技取るのに。これ月だとなんていうのかな、分かりやすいからこうついてくる人に正面打ちだ、これだと稽古しやすいから、稽古しやすい、千の技取りやすい。こうまだほらこういってる間はずっと彼は手に取れる可能性がある。こうやってやったら千の技になるからね。でもピュンってやるのはすごく難しいの。これこうやって振りかぶった時にもう入ってこなきゃいけないの、こう振りかぶった時これが千の技だから、ここでこうなってるの、これはすごく分かりやすい。だから安野先生なんかは、安野先生なんかは大体ついてるよね、こうやってね、そうそう分かりやすいから、こうやってピュンと打ったら分からないから、そういう話だからね。じゃあもう少しやりましょう。あの想定っていうのは外そうって思ってたんですよね。こんなこと言ってなんか稽古しちゃったけどさ、あのそういう話だからね、想定外すの、こう それをもう一回立ち戻ってやりたいと思います。もう時間ないんだけどね、こう来たの、彼はここ打ってきたのね、でも僕はいないの、それでこう出した、こう来たの、こう来たの、いないの、いない、想定通りじゃないの、想定通りでこうやってだから想定通りだろ、でも想定初めからいないんだから、だから楽なので、自分がしてますっていうことね。それで そういう傾向ね、想定いないの、ほら想定いないの、何でもいいから想定いないの、ほら想定いないの、想定いないの、想定外すのね、想定来たら外す、こうやって、あごめん、ぶつかっちゃったいないの、こうやって、そういう話。じゃあちょっと少し自由にね、みんな想定を外す、この頭でねちょっとやってみましょう。これ空を切らせる稽古なのね、空を切るっていうよね、あの空じゃあ場所どかなきゃいけないの、自分は。で彼はここにいた狙ってくんだから、僕の場所どういてなんかやってんの、そういうこと、空切らせたので、僕のものになったって、そういう感じで空を切るだからためにはどかなきゃいけないって、そういう話ね、どいたからこうなったの、だから空切らないとここにいたんじゃできないのかなあっちゃうな、だから空切らしてこう、こうね、こうそういう話だからね。じゃあこれも同じね、こう予定してんだけど、予定してこうで空切らしたいの、空切らしたのためにはちょっとずれてるのね、
ここに出してたんだけど、実際にほら、こう実際にこう、ほんでこうずれちゃったの。気持ちが空気らし、空気っちゃったの。こうやって来たんだけど予定を外されちゃったからこわーってこうなっちゃったの。そういう話だから。いやその辺その辺武道だからね。あの相手と自分のだから予定通りやらないこと、予定通り持たせないの。予定外してるのこれ。だから予定外すの。予定外しちゃう全然。こう来るなと思ってんのね。でもこうほら例えば外に出したとか予定外しちゃったの。だ予定じゃないの。だからそういう話だから。じゃあもう少しじゃねえ。補給やって終わりましょう。